そうですね、やっぱりあの AD ミトアガストリアで勝った瞬間、プレーはありましたけど、まあ、あれはプレシーズンなんで、まあ、本当の公式戦で勝ってるってことがみんなが喜んでるとか見たことなかったんで、うわ初めて勝ったと思って。高いレベルでやっていこう、全員で立ち向かおう、何が何でも今日勝つよ、絶対やれるから、しっかりみんなでエナジー持ってやろう。あのみんなの中でも記憶に残りやすい試合だったのかなと思います。あれっすね、マイケル・パーカー飛ばしてフェイクで、まあ、自分でもうまって思いましたし、あれ平尾が右のコーナー近く、どうする山口、山口ドライブして自ら行きました。なんか飛ぶだろうなって自分でも思ってたんでフェイクしたんですけど、まあ、そういうあのプレーは本当に流れ持ってきたというか、まあ、チームとしても個人としても良かったプレーかなと思ってます。さあ皆さん、ゲームでプログラムを準備して選手へエールを送りましょう。まあ、あとは TK の4ピリ、本当に4ピリが一番覚えてて、4ピリの大事なところで3決めたんで、結構タフショット決めだったんですけど、サブスコット左に振ってトーマス・ケネディの3、これを決めてくる。まあ、この時間までも最後シュート迷いなくですね、やっぱ打ち込んでるので、なぜかやっぱ彼はあそこで決めるんですよ。やっぱりうわでかって思いました、あのスリー、うわ来たと思って、覚えてますね。あと1本切っています。そんな無理しなくていいですね、はい、時間かけて。あオフェンスファールだ。ここでジェイコブセンにファールか。もう本当に時間ない時にトレイ・ジョーンズがドライブ来たんですけど、ここからのスリーポイント、はい、ここちょっとライン上げたいですよ、はい、茨城はチームファウル4つです。バスケットカウント、バスケットカウント、トレイ・ジョーンズ、まあ、僕としてはもうやられて、まあ、3じゃなかったらいいやと思ってファウルしないようにしたつもりだったんですけど、まあ、バスカンになって3決められたんで、もったいねえなって思いましたね。あれはもう本当にもっと分かりやすく2引けばよかったなと思って、レイアップ生かしちゃうって、まあ、あの時間は勝ってますし、まあ、3やられない、3点やられないことが一番あれだ、もったいねえって思いました。やべ、先輩になるかもって思いました。ダメだからです、本当に。今日の試合を振り返って一言お願いします。みんなブラボー、ブラボー、ブラボー。であそこでマイクを握った時もやっぱみんなの本当に嬉しそうな顔が分かるんで、なんかこっちも嬉しくなって、よかったやっと勝ててって思いました。泣いてる人もいたんじゃないですかね、多分本当に嬉しくて、俺より喜んでくれてると思って僕なんか嬉しかったですね、そこまで本気でやっぱ応援してくれてるって。みんな去年もチャンピオンシップのファイナルまで行ってますし、まあ、普通にやったら負けちゃうと思うんで、まあ、やっぱそこ普通にやらずにいい部分だけ出して相手の悪い部分だけ出させるみたいな戦い方すれば勝ちが見えてくると思うので、まあ、やっぱり沖縄まで来てくれるブースターもいると思いますし、まあ、沖縄アリーナって非常にいいアリーナでできるので、まあ、そういう意味でもワクワクしてますし、まあ、絶対勝って帰ってきたいですね。